バンクロフト、デイビス・ジョン・チャンドラー・バンクロフト・デイビスは、アメリカ合衆国の政治家、外交官、アメリカ合衆国国務次官補、アメリカ合衆国最高裁判所判例編参官、及び在ドイツアメリカ合衆国特命全権行使を務めた。1822年12月22日、デイビスは、マサチューセッツ州ウースターにおいて、 ホイック島のマサチューセッツ州知事ジョン・デイビスの息子として誕生した。デイビスは1847年にハーバード大学から文学史の学位を取得した。1849年、デイビスはイギリスのロンドンにおいてアメリカ合衆国大使館の初期官となり、その後、代理講師となった。デイビスはニューヨークで弁護資業を改良し、また、 ロンドンの新聞社タイムズのニューヨーク特派員となった。デイビスは健康的理由により、1862年に法律業を引退した。デイビスは1868年にニューヨーク州会員議員を務めた。デイビスは1871年から1873年まで、スイスのジュネーブで合衆国の高等弁務官を務めた。あと、年に中ドイツ使に、 任命され、1877年まで同職を務めた。デイビスは、ユリシーズ・グラント政権下の1869年から1871年まで、及び1873年から1874年まで、国務次官法を務めた。またデイビスは、グラント大統領の要請により、 アラバマ要求などの英米間の処紛争を解決するための交渉委員会の一員となり、1871年にワシントン条約を締結させることに成功した。デイビスは1881年から1882年にかけても国務次官法を務めた後、1883年に第9代アメリカ合衆国最高裁判所判例、編参官に就任した。 デイビスは同職を1902年まで務めた後、1907年12月27日にワシントン DC で死去した。ありがとうございます。